皆さん、ヤッホーヤッホーヤッホーホーヤッホーホー、主婦のブログユミです。イエイ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 、どうぞよろしくお願いいたします。お盆真っ最中ですけども、皆さんどうでしょうかね。怪我などしてませんかね。なんかね、あの台風とかもね、これからどんどん増えてくるので、あのお互い怪我などしないように、あとは初代のワンコの墓参りを行ってこようかなっていう考えをしております。うん、そんな感じでね、あの今日からまたお弁当作りです。頑張って作ろうかなと思っております。そしてね、新しい棚が来たので、あ、棚買ったので、それにいろいろとね、写真立てとかあのいろいろ詰めて、ちょっとリメイクっていうか大げさだけど、模様替えしていこうかなと思っております。頑張ります。今日のユミの動画はちょこっとした日常編をアップしようかなと思ってますので、どうぞね、温かい目で見てくださるととても嬉しいなと思っております。それでは動画スタート、よろしくお願いいたします。スタートおかえり。うん、ご飯食べるか。ちょっと待ってよ。いないの。珍しくんちでなかった。なかったの。うん。今寝た？お水飲まなくて。どうしたの？はい、どうぞ。はい、どうぞ。うん、どうぞ。出なかったの。
どうしたんだろうね。うん。ねえ。食べてる食べてる。おいしい。おいしいね。かちゃん、あれ食べないの？いいの？お弁当作るからね、ゆみちゃんね。ね、食べないんだと。ね、お弁当作っていくか。ね。
そらくんただいま、かつおそらくんただいま、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 小春そら、よいしょ、あ、重たい、重たいよ、おかさん、よいしょ、重たいよ、ただいま、ただいま、よいしょ、そらくんどうした、ただいま、起こさせた、ただいまです。よいしょ。ねえ、おこご。ご褒美あげるか。ねえ、ご褒美でもあげるかな。お二人にね。ありがとね。みなさんお疲れ様です。ただいま、買い物から帰ってきました。食品紹介をしちゃいたいと思います。まずは、舞茸ちゃんです。大根買ってきました。煮付けにいいかなと思ってたまにはね買ってきました。キャベツです。キャベツさん今回はねいつもと違うとこに買い物に行ってきまして、そしてなんとお寿司買ってきました。これはですね999円です。もうお寿司買っちゃいました。と値段がさすがお盆の季節ですね。1380円、そうです、買ってきました。こちらも県産用のやつ、同じやつ買ってきました。そうです、お盆用のお菓子買ってきました。オリーブオイルじゃない、油さん、油がなくなったということで、なくなってくるってことで買ってきました。珍しくオリーブオイルを買ってきました。これね、どんなもんか試してみようかなと思って買ってみました。バルメザンのナチュラルチーズを買ってきました。これもね、初めて買いましたね。どんな感じかなと思って、そうなんです。そして、たまにはね、北海道産夕張メロン、チューハイが出てました。あー、美味しそうとか思っちゃって買っちゃいました。そして、いつものほろ酔いです。買っちゃいました。あやたか。これは県産用のやつですね。そうなんです。これは、よいしょ。で、以上で終わりかな。終わりです。終わり。あ、値段、今回の合計金額こんな感じかな。ビョン見えるかな、大丈夫かな、ビョン、今回はね奮発しちゃったかな、奮発して6632円でした。ということで、食品紹介じゃないけどなんか終わりです。終了。今夕方の散歩に来ています。今日はねちょっと違う公園に来てみました。ガチャ、危ない、すごい、そらくん、もうちょっとしたら帰るよ、ね、ちょっと待って、やばい、くるくるになった
ということで、今回のユミの動画は日常編をちょこっとだけアップしてみました。いかがでしたでしょうか？ということでね、今回はね、ちょっと急遽空の病院に行ってきまして、それでね、ちょっとバタバタしてたんですけども、でもね、すごく今日の YouTube ライブ楽しく久しぶりに和気あいあいできて、すごく楽しかったです。ね、本当に。皆さんからね、本当応援していただいて、本当に意味、本当に励みになっております。ね、頑張っていこうと思います。いろいろありますけどもね、めげないで頑張っていきますので、これからも末永くどうぞよろしくお願いいたします。ということでね、また次回の動画、ライブでお会いしましょうということで、それでは最後まで見てくださってありがとうございました。コメントの方ね、たくさんくださって本当にいつもありがとうございます。ユミすごく励みになっております。頑張れます。それではまたね。ユミでした。